ナミさん、はい、質問です、はい。プロ野球ゲームあるじゃないですか、うん、パワープロとか、うん、あれで個人の能力とかが決められてると思うんですけど、うん、あれって本人ではどう思ってるんですか？あのね、俺ぐらいの選手やったら、うん、まあ大体 E、F、G のその3つで大体こう表記されるのね、うん、だから俺ぐらいの選手だったら全然まあこんなもんかぐらいやねんけど、うん、はいはい、例えばね、選手間同士で話をするときに、うん、総力俺よりお前の方が足遅いのに、うん、なんで俺が F で、うん、お前が E やねん、うん、とかっていう選手おんのね、うん、でそういう時は結構あのパワープロ出た時とか見て、うん、そういう話題になるよね、話すんだ、あ話する。ちなみにコメントで、うん、ペナントで岩波さんがすぐにクビになりますっていうコメント来てましたよいやー俺ね、パワープロでも怪我のしにくさの体勢めちゃくちゃ低かったからしゃあないよね